皆さんこんにちは、おゆきチャンネルのおゆきと申します。ニアライトおすすめの周回ステージは NL9 素子結晶、 NL10 合成コールです。おすすめの基準は1個あたりの必要期待理性数と現時点で判明している美味しい素材リストからです。オペレーターの育成具合によって今すぐに欲しい素材がある場合は NL8910 どのステージを周回しても構いません。CNNOW の素材を分かり次第動画コメント欄に固定します。気になる方はチェックしてみてください。それでは攻略動画を見ていきましょう。まず一つ目の動画は周回用レベル40安定版です。この動画を一番初めに選んだのには理由があります。オペレーターの練度に自信がある方は2番目の動画周回用レベル90の動画を参考にできると思うんですが、練度が足りていないと全く安定しないっていうことにもなってきますので、まずこちらの攻略動画を紹介したいと思います。編成はケルシー、シルバーッシュ、スルト特化さん。代用可能なオペレーターはヒーラー1人と信頼度枠です。信頼度枠に入れてるオペレーターは、スタンをね受けてもらったりってするので、できるだけコストの低いオペレーターがおすすめです。それでは見ていきましょう。配置やスキルのタイミングがすごい重要なので、操作関係を中心に話していきたいと思います。 BGM すごいですよねっていきなり操作関係じゃないこと話しました。はい、操作関係ちゃんと話します。シルバッシュ上向き1番、あえてね倍速使ってないので、動画としては見やすいんじゃないかなと思います。で2番、ワイルドメイン右向き、で右のルートからボスが出てきます。ボスは定期的にスタン、遠距離スタン攻撃をしてくるので、スタンをワイルドメインで受けてからケルシー左、ワイルドメイン撤退、モンスター左向きです。でシルバー氏の新銀山、ここですね。この暗闇攻撃してくる敵を1人倒しておくとすごい楽になります。でライトを点灯させて、ケルシーのスキル、モンスターに対してボスがスタン攻撃してくるので、こうですね、スタン攻撃してきてボスが歩いてきます。モンスターのスタンが切れたら即打ち、そしてスルト、タイミングが重要ですね。前述したようにボスは定期的にスタン攻撃をしてくるので、今モンスターがスタンしました。でボスがモンスターをすり抜けたらスルト、ラグナロク、ガビル左向き。ガビルはシルバーッシュの回復役です。スルトは暗闇攻撃してくるこの敵を倒したら撤退させて、ボスは今第一形態終わって休憩中ですね。でここすごい重要なんですが、ケルシーのスキルのタイミング即打ちです。回転は特化さん前提なので、ご了承お願いします。この回転率がすごい重要になってくるんですよね、ケルシーので。即打ちして、いったらこのブレードをしっかり処理してるって感じですね。このブレードが吸収されすぎると、ボスの復活のタイミングとかが変わってしまうので、あと HP が、このブレードを吸われ続けて HP が 100% になると第一形態にまた戻ってしまいます。なのでタイムラインがこうずれたりってするんですが、自分でねアレンジして攻略できるっていう方は、自分なりにアレンジしてもらえればいいと思うんですけど、ちょっとそういうのができないっていう方は本当にもう動画通りにやってもらった方がいいかなと思います。この動画のタイムラインではこのタイミングでボスが復活するので、ちょうどケルシーのスキルが入ってる状態です。でしっかりボスの大ダメージを受けてからすると、ラグナロク中に遠隔攻撃を受けてもらいます。この右上から出てきてるこの弓ですね。ちなみに潜在すると潜在ゼロなんで、絶対間に合います。この
幻想ダメージ与えてくるこの弓めっちゃくちゃ嫌いなんですよ私。一番嫌いかなっていう感じですね。まあそれを生放送なんかでずっと言ってきたんですが、まあちょっと気持ちが分かってもらえるんじゃないかなと思いますね。で、遠隔攻撃でガビルが落ちたらワイルドメインと交代しておきます。まあ保険ですね。で、新銀山雑魚敵の処理、そしてモンスター雑魚敵の処理。はい、新銀山のレベルが、まあ、シルバッシュのレベルが90なら、この右の弓も一緒に片付けることができるんですが、まあその数秒早いか遅いかっていうのを気にする方は、まあ、シルバッシュのレベルをね上げてもらえればなと思います。はい、それでは次はレベル90周回用の方を見ていきたいと思います。周回用レベル90かっこ連動不足 NG です。もう連動が足りていないっていう方は1つ目の動画か、まあ、3つ目の動画を参考にお願いいたします。まあこちらも操作関係ちょっと複雑なんで、操作関係中心に話していきたいと思います。まず1番シルバーシュ上向き、2番ワイルドメイン、まあワイルドメインというよりは信頼度枠のオペレーターですね。スタン受け役です。ワイルドメインを右向きに配置して、右上からボスが出てきます。ボスは定期的に遠距離スタン攻撃を仕掛けてくるので、まず1回目のスタン攻撃をおとり役ワイルドメインで受けてから、ケルシー左、ワイルドメイン撤退、モンスター左で、新銀山暗闇攻撃してくる敵を一人片付けておきます。そしてライト点灯。すごいね、あの一つ目の動画と攻略法は似てるんですが、この動画ではシルバッシュを撤退させます。まず、まあここはまだ同じですね。ボスが上から出てきて、モンスターに対してスタン攻撃をしてきます。モンスターのスタンが切れたら、ケルシーのスキル即打ちします。タイミングは重要ですからね、即打ちします。で、すると右向き、モンスターがまたスタンするので、ボスがモンスターをすり抜けてからラグナロク、そしてシルバーシュ撤退。スルトは暗闇攻撃してくる敵を一緒に巻き込んで倒したら撤退。で、次ケルシーのスキルは即打ちします。回転は特化3前提です。即打ち、しっかりブレードを片付けていきます。このブレードをしっかり処理できるぐらいの連動がないと、まあ、事故ったりっていうのがあるんで、まあ、だからこの1つ目と2つ目出してるっていうような感じですね。はい、またケルシーのスキルは即打ち、回転特化3前提、もう何回も言います。スキル発動中にボス復活直後の大ダメージを合わせるっていうような感じですね。そのタイミング的にはちょうど復活しますんでね、ちょうどボスが復活してこうですよね。復活してモンスターに攻撃与えてきて、まあ、シルバッシュを配置しておいて、すると右向きラグナロク中に遠距離攻撃受けます。遠距離元素攻撃を受けてもらいます。ラグナロクでモンスター撤退するんですが、モンスタースタンしたらモンスターは撤退します。まあ、10秒スタンするんでもう撤退しとくっていうような感じですね。後半に向けて、まあ、今後半みたいな感じなんですけど、はい、ここまで来たらスルトは
ラグナロクで死んでしまうので、チェンジ、ラグナロク最後までいてもらって、モンスターとチェンジ、モンスター上向き、新銀山、ケルシースキルの前にワイルドメインを保険で入れておきます。ケルシースキル、これで2番目の動画終わりです。1番目と2番目の動画のこのちょっとした違いにすごいこだわりが詰まってるんですけど、ちょっとそれを話す余裕がなかったです。最後、ケルシーとテーレアの攻略見ていきたいと思います。ケルシー S さん、特化さん、その他のスキルランクは全て7になっております。テーレアを多く使う攻略なので、まあこの攻略法が一番複雑操作ですね。まずグラベル、グラベル上向きに置いて、次はミッドナイト。ミッドナイトはどうせ撤退するので、あんまりコスト高くてもって感じですね。で、グラベル撤退。次、グラベルまた左向きに置いていきます。これは視覚をこう広げてるっていうか、明るくしてるっていうことです。じゃないと配置できないので。で、ボスの遠距離攻撃、遠距離スタン攻撃、グラベルで受けて、ケルシー左向き、グラベル撤退。で、オペレーターを順番に入れていくんですが、まずこの暗闇攻撃してくる敵を1人処理しておくとすごい楽なんで、ミッドナイトのスキル。2番、ミルラ。右向き、モンスター右向き、カーディですね。カーディの配置は次ボスが出てきてスタン攻撃してくるまでに配置しておくのが理想なので、まあ、コストが高すぎるオペレーターを使っている方はアレンジお願いします。ボスが歩いてきました。で、ミッドナイトは1人暗闇攻撃してくるこの敵を倒したら撤退。次1番。グラベルでこの敵を止めておいて、2番ヒーラーのガビル。次はケルシーのスキルを打ちたいんですが、モンスターのスタン中にケルシーのスキルを打っても意味がないので、タイミングは、まあ、カーディがスタンしたのを確認してから打てばいいと思います。こうですね。1番でカーディ撤退、3番ライト点灯で、ボスの第一形態を削ります。ボスの第一形態を削ったらグラベル撤退させてメランサを配置します。しっかりとモンスターで倒せるようにこの雑魚敵を誘導してからメランサで、ケルシースキル即打ち、メランサのスキルも即打ちします。しっかりとブレードを吸われすぎないように火力を出していく。で、もうちょっとでボスが復活するんですが、このタイミングに合わせてケルシーのスキルを使います。ボス復活直後の大ダメージでメランサに攻撃が行く時とモンスターに攻撃が行く時があるんですが、この動画ではメランサが死ぬパターンを出してます。こっちの方が最悪のパターンなんですよ。言ったらメランサが生きてたらそのまんまメランサ置いといてくださいってことですね。カーディ、ランセット2、アレーン、ミッドナイト、グラベル、マッターホ。マッターホ最後に置いてくださいね。マッターホ最後に置いて、遠距離攻撃の受け役になってもらいます。次は、ケルシーのスキルを打ちます。ケルシーのスキルのタイミングは、まあ、カーディスタン直後で大丈夫です。言ったら、次誰にスタン攻撃が来るのかってわからない中で、モンスターのスキル打ってももったいないので、こうね、カーディがスタンしたのを確認してから撃つと安定します。で、アレーンスキル。アレーンは雑魚敵の処理。マッターホ防御スキル。ミッドナイト雑魚敵の処理。で、ここまで来たらもうボスがいないのでグラベルは撤退してモンスターで雑魚敵を倒します。ここからの流れは、まあ、難しいことはないのでまあ、ケルシーのスキルを打ったり、まあ、メランサーとか、まあ、グラベルを挟む。まあ、好きに挟んでいったらいいと思います。はい、これで、
ケルシーテレア攻略終わりですね。まあちょっと話せなかった、まあ操作関係が多かったんで、まあちょっと話せなかったこともいっぱいあるんですけど、まず1番目と2番目の動画に関してはやっぱり2つアカウント持ってて、まあ中連度と高連度のを使い分けないとその違いっていうのがなかなか分かりにくいので、まあ私はまあこういう時にアカウント複数アカウント持っててよかったなって感じでしたね。まあ言ったら2番目のレベル90の攻略動画だけを撮ってると、まあ連度が足りていないドクターは全く真似できないっていうことになってしまうので、まあもちろんレベル40とか、まあそもそもオペレーター持ってないっていうこともあると思うんですが、まあオペレーターレベル90にするのって結構コストかかりますもんね。もう私も大陸版のメインアカウントもうすぐでね運用して3年になりますけど、全然レベル90にしてないオペレーターの方が多いので、まあできるだけねレベル、まあ、40からレベル70とかその幅広いレベル帯で再現できやすいような、まあ、動画を作っていきたいなっていうふうにはね心がけてるので、まあ、今回123って動画出してますけど、まあ、何か一つでも参考になれば私は本当に、録画して録画時間かけてよかったなっていう気持ちです。はい、それでは ML10 の実況終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。